佐田の山新末、佐田の山新末、佐田の山新末、1938年2月18日から2017年4月27日は、長崎県南松浦郡有川町、現、新上後島町出身の元大相撲力士、第50代横綱、本名は市川、旧姓、佐々田新末、市川新末、1938年に、 長崎県南松浦郡有川城で船大工を営む家に生まれる。幼少期に大の相撲好きだった父親から郷土の英雄とされている持島奈良男の話を聞かされた上に土地相撲に連れて行かれるうちに相撲に憧れを抱き次第に各界入りを希望するようになるが母親から猛反対された。長崎県立上五島高等学校へ進学後は相撲部に所属したところ 三年生で、長崎県の相撲大会に参加するよう勧誘れた。最初は辞退したものの強引な説得で補欠として、出場させられたが、いざ対戦するとほとんど負けなかったために自信がつき、各界入りを強く望むようになった。1955年に千代の山、正信、土地西木清高の一行が、地元、後藤へ巡業に来た際に、高校の教諭から千賀の裏を紹介されたが、 小津島が所属していた出羽の海部屋へ入門した。翌日からは洗面道具と下着だけを持参して巡業に参加したが、高校の卒業証書は高校の教諭の計らいでようやくもらえた。1956年1月場所で初土俵を踏む。序の口から幕下まで優勝はないものの、地道な努力で少しずつ番付を上げていき、1960年3月場所で 新十両昇進、1961年1月場所で新入幕を果たした。下積み時代の稽古では、部屋の前の電信柱で鉄砲を打ち込み、後に、沙汰の山は、この柱、現在はコンクリート製ですが、私が若い頃は木製でした。部屋での稽古が終わった後、この電信柱に向かって何度も何度も鉄砲を繰り返しました。 この電信柱が私の基礎を作ったと思っていますと、振り返っている。新入幕で十勝五敗の好成績を上げ、次の場所では、西前頭四枚目の地位を与えられたが、場所前に、右足首を捻挫。横綱、大関って、どんなだろう、と、内心ワクワクしていたそうであったが、師匠からまだ、若いんだ、無理するな。それよりも足首をしっかり直せ、 慢性になるとまずいぞと言われて全球。それによって一度は番付が降格するも、休場中に体重が急激に増加し、力を増した。同年、5月場所では、前頭十三枚目で十二勝三敗の好成績を、残して初優勝を果たすが、成績も、去ることながら対戦した三役力士は、藤金も光のみ、しかも、この場所で重量優勝を果たした清志の森対戦して、 破れているため、最高優勝は重量ではないかとの意見まで飛び出た。このことから、平幕界の力士でも、成績次第で三役力士、横綱と対戦させるように取り組みを編成するきっかけ、取った。佐田の山は、平幕優勝を果たしたことで一気に、平幕上位へ番付を上げ、翌、七月場所は、東前頭二枚目に昇進。朝日を、 若の花からの二金星を含む十一勝を挙げて、主君章を獲得。続く九月場所は小結びを通り越して関脇へ、昇進、1962年三月場所はその、関脇で十三勝二敗の好成績を収めた。この場所は、過去に五度対戦して全敗している横綱、大宝との優勝決定戦に臨み、見事勝利して二度目の幕内最高優勝を果たすと、 同時に、場所後の大関昇進を、決定的にした。同年、五月場所では、初めて本、割りで、大砲を撃破し、13勝2敗の好成績を収めた。出羽の海部屋の大先輩である、出羽金は、沙多の山を厳しく熱心に指導し、進む末、沙汰の山が綱を取ったら、わしが太刀を持つから、それまでは引退しないと言って、 佐多の山の横綱昇進を心待ちにしいたが間に合わず、1964年9月場所で引退した。大先輩の引退を受けて、より早期の横綱昇進を目指す佐多の山は一層稽古に、励み、同年9月場所から3場所連続で13勝二敗、1965年1月場所には3度目の幕内最高優勝を達成して横綱に推挙された。長年にわたって、 平幕優勝した力士は、横綱や大関に昇進できないというジンクスが存在していたが、サタの山によって見事に打ち砕かれた。横綱昇進後は1965年5月場所で14勝1敗で4度目の優勝を果たしてからは、持病の高血圧や胃腸炎などから2年以上にわたって優勝から遠のいていた。それでも、ひたむきに土俵に立ち続け、 1967年、11月場所では12勝3敗で5度目の優勝。1968年、1月場所では13勝2敗で連覇を果たした。ところが、同年、3月場所で序盤に3敗を喫すると、あっさり現役引退を発表した。まだ30歳になったばかりで悲願だった連覇を、達成した直後だったことから周囲に激震が走り、こ見山大五郎を。 全頭四枚目に金星を献上したことが悔しかったのではないかという憶測まで流れたが、佐田の山自身は弟弟子である北の富士勝明、大関に敗れて初優勝を許した時点、167年3月場所で引退を考えていたという、戦前に栃木山森なり、常の花監視といった出羽の海部屋の名横綱に見られた。 引き際の潔さという伝統を受け継いだとも言われた。同年6月に行われた引退相撲では、直近の5月場所に大鵬と、柏戸強の両横綱が休場したことも受けて、同部屋の福の花、孔一を露払いに、海の山優を立ち持ちに従えて、最後の横綱土俵入りを行った。引退相撲における横綱土俵入りは、現役横綱が露払い、 立ち持ちを務めることが、通例、2003年の高野花工事以降、大関以下の現役力士が務める場合も増えただった。当時としては、異例の組み合わせだ。現役引退後は、大関時代に、出羽の海の娘と結婚して、市川家の婿養子となっていたために、横綱時代ですでに部屋の土地、建物が、沙田の山な養子となっていた。このことから、沙田の山が、 出はの海部屋の次期継承者であることは誰から見ても明白だったが、佐田の山が引退すると出はの海は即座に部屋を継承させ、過去に襲名していた、武蔵川に戻っていた。これには、引退して少しは楽になるかと思ったらとんでもない。ますます大変になった。こんなことならもう少し現役を続けていればよかったと発言していたという。百六十九年十二月の十四代。 時津風との対談でも、実際、現役の時には苦しいこともあったけれども、相撲を取って、自分本位に一生懸命働いていれば、自分のためになると同時に、部屋のためになる。それを若い者も見習ってくれるし、非常に良かったんだけれども、今度は反対ですからね。人のことでも世話していかなきゃならんし、指導線といかんしねと苦労を語っている。 部屋継承時点で自分を含めて11人の年寄りが部屋に在籍していたが、年寄りが先輩格ばかりであったため部屋を継いでいても名実が伴わない面が多かったと、1969年の時点では話していた。ではの海部屋では、日立山谷右衛門が一門を創設して、以来、ふも分文独立の不分立が存在し、 当時の大阪相撲から一門に加入後に消滅した部屋の最高を除いて独立がなかったが、現役時代から可愛がっていた三重の海武氏が独立の意思を持っていると聞くとこれを許可。1919年の土地ゲ守りなり、春日の部屋を創設以来となる円満独立となった。ではの海は、私は不分立にはこだわらない。優秀な親方であれば、どんどんで死を養成させたい。 教会運営も部屋の運営もこれからますます複雑になってくる。活発に動き回らないとダメなんですと独立に関して話していた。それ以降は不分立自体が事実上消滅したため、1980年代以降は出羽の海一門でも分家独立が相次ぎ、2014年3月現在では最も部屋数が多い一門が出羽の海一門となっている。 朝5時には稽古場に下り、土俵に鋭い視線を送り続けた、出羽の海の厳しさは11台、出羽の海の元奥義の花が、親方が入ってくると、稽古場が、ピリッと引き締まった。少しでも気を抜くと怒られ、出稽古に来る、他の部屋の力士から、出羽の海部屋は入りにくいと言われたほどと語るほどで、あった。下の力士は部屋にいると暇になって、どこへ行くともなく、ふらふらとしだすので、 午後になると思考を踏ませた。特に相撲を知らない女二段力士は無闇に稽古土俵に上げて、申し合いをやらせても刑にならないため、当番的に幕下三段目の胸をかすのがうまい力士を土俵に上げ、入門一年足らずの新弟子をぶつからせた。厳しい一方で、弟子の辰沖山が急成した時は、辰沖山の地元大阪に、名前だけでも外線させてあげたいと尽力し、 東前頭五枚目で死亡したまま番付に名前が載った。相撲の基礎を徹底して教え込み、元小結、大西樹の山品は、立ち合いで逃げたら、バーンと雷を落とされたこともあると振り返る。出羽の海としては、先代から引き継いだ三重の海を横綱へ育てたほか、子飼の弟子からも関分け、出羽の花吉高、小結、大西一徹、佐田の海を取り継ぐ。 前の海周平などの幕内上位力士を多数育成した。師匠、出羽の海以外でも、日本相撲協会の幹事、1972年から一期、理事、1974年からを務め、指導普及部長や事業部長を歴任、そして双子山理事長が定年、定年を迎えた1992年からは、日本牧協会理事長を3期6年にわたって務めた。 1996年には、元関脇、和芝さん、吉和の境川と名石を交換し、出羽の海里隆氏から、境川直となった。理事長時代の6年間ではなどの施策を実施した、施策の評価については口述参照。しかし、1996年9月に、年寄り名石の境界貴族、売買禁止という改革試案を打ち出すと、 試案に反対する親方が続出し、1997年5月には試案の撤回に追い込まれた。当初、マスコミは、反主流派を主級派と呼んで批判したが、実際には、当時の年寄り株の取得相場が数億円単位で推移しており、株取得によって多額の負債を抱えている親方にとって、売買禁止は死活問いだった。その一方では、 以下のような境川個人の立場に対する批判も紛失していた。こうした批判の中、反主流派の代表格として間垣と高田川が1998年1月の役員改選で理事に立候補し、1968年の気候改革以来で初となる理事選挙が実施された。結果として、この反主流派二人が理事に当選したため、境川は この混乱の責任を取る形で四期目の理事長続行を断念した。直後に六十歳の官暦を迎えるが、一連の騒動によって官暦土俵入りを辞退している。ただし、官暦土俵入りで通常使用する赤い綱は受け取っている。また、理事長時代の1九十二年、平成四年秋場所初日の協会挨拶では、結びの日付で、 平成4年と言うべきところを誤って、昭和4年と言ってしまい、その直後に、平成の場内アナウンスがなされたともあった。理事長の続行を断念した後も、理事職には止まり、1998年から相撲教習所の所長、2000年からは勝負審判の審判部長を歴任するが、理事長経験者の現場復帰は異例であり、 自身も1976年以来24年ぶりの着任だった。審判部長時代には昇進目安を満たしていたことみつきの大関昇進を見送ったことで話題となった。2002年からは日本相撲協会の相談役に就任2003年1月場所後には自家で死である両国カジノスケとミオを交換して年寄り中立を襲名し、 同年2月17日を最後に定年退職した。退職後は、スポーツ報知専属の相撲評論家、年間最優秀力士賞選考委員を務めた。舞の海のコラムによると、死去する10年ほど前、地元、五島列島で開催された少年相撲大会に顔を出していたが、これが生涯最後となる気境であった。舞の海は、当時から病を患っていたのかもしれないとこの時を、 推測している。2009年の放置年間最優秀力士賞の選考会が行われた際にはすでにビオマに襲われていて会場で記帳する時も自分の名前を書くことができなかった。後日、これ以上皆様にご迷惑をかけたくないので選考委員を辞退させていただきたいと放置新聞社の関係者へ連絡が来ており、 放置新聞社の記者が、沙汰の山にあったのはこれで最後である。二2010年9月1日に、初代、若野花の没後は、横綱経験者として、最年長の人物であったが、2017年4月27日午前3時15分、肺炎により死去していたことが、同年5月1日に公表された。79歳だった。個人の意思により、葬儀は、親族で行った。 2017年に入ってからは、新近高速で入退院を繰り返していたという。6度の幕内最高優勝は、横綱として、悪くない数字だが、5回の柏戸より多い、全勝優勝は一度もなかった。大砲との相口が悪く、通算で5勝27敗、そのうち不戦勝、不戦敗が1回ずつ、他に優勝決定戦で1勝1敗に終わり、大砲2本。 割で勝利しての優勝は一度もなかった。特に大関2場所目の1962年、7月場所から横綱3場所目の1965年、7月場所までは15連敗を喫し、横綱昇進の最大の障壁となった。体格差が、あだとなって、右でも左でもがっぷりになると勝負にならず、長引くと勝機はなかった。勝路は得意の突っ張りで先手を取って、 大砲に上手を許す前の決着言われたが、そうはさせまいとする強さ、うまさが大砲にはあり、成功法の沙汰の山に、攻め手がなかったのが原因である。前場所にわたって、同じような相撲で敗退を繰り返し、大砲との対戦で、勝利すれば、優勝という場面での対戦が、最も多い力士、大砲に勝利していれば優勝、または優勝決定戦へ進むケースが8度もあるである。 ことから、もう少し勝利すれば、優勝回数を二桁にすることも可能だったと言われている。それでも、大砲より、格下に見られることを極端に嫌っており、1965年11月場所に、大砲を破った際にある記者から、おめでとうございますと言われると、わしは横綱だぞと一周したほどである。 大宝も、投資向き出しで向かってくる佐多の山には、ライバルとされたカシュアドとは異質の激しい投資を燃やしたという。一方で、大宝は、自身が何度も壁として立ちはだかりながら、それを跳ねのけてついに横綱昇進を勝ち取った、佐多の山に、相撲道の忍ぶ落ちで行った慶福すべき横綱、佐多の山関の横綱昇進ほど、 すがすがしいものを感じたことはないという賛辞を送ってる。また、沙田の山の引退時には、深い相席の念を感じたという。素質の面でさほど優れているわけではなかったが、もう稽古と激しい闘志、名門である、出羽の海一門を背負って立つ、責任感で横綱に上り詰めたとも評価されている。本人も引退後のインタビューで、闘魂がなくなったらどうにもならないと語っていた。 いわゆる海の男であったため酒や船に強かった。現役時代のある時巡業のため船で沖縄に向かった際、他の力士は鹿児島で名物料理を腹いっぱい食べて乗船、強烈な船酔いに襲われておうとする力士が続出した中で、沙汰の山はもがき苦しむ仲間を尻目に黙々と一生瓶で飲み続けたという。 1967年には映画零零七シリーズ第五作零零七は二度死ぬに本人役倉前国技館で稽古中にジェームス・ボンドに末席の剣を渡す役で仮名を出演しジェームス・ボンド役のショーン・コネリーと共演を果たしている1969年12月の時点では弟子集めに比較的苦労しており自身の若手時代は弟子など勧誘しなくとも自分から ししてててくれたたたた。ものので、自ら弟子集めのために足を使った親方などど、ほととんど田舎だ、と話していた対談相手の14代時津風も以前の相撲部屋は将来性など考えずにどんどんで死を採用したが現在では見込みのない力士に苦労をさせても仕方がないと考えて自分の方から断るケースもあると返していた元来大相撲というのは意地悪されても負けん 気を発揮して向かっていくぐらいの強さがないと、耐性しない、世界なのであって、近頃の若者は、楽をすることばかり考えていて自分に甘い特言を、提出つつも、脅かすように頭ごなしに叱るだけでは、弟子がついていかない特慮するところを語っている。そんな中でもやる気のない力士には部屋を去ってもらって、結構だという考えの下で、ふんどし担ぎにもある程度厳しい稽古を課していた。 理事長時代には、テレビのインタビューであるにもかかわらず、公然と一人称を、俺と称して答えたこともあるなど、組織のリーダーとして疑問を持たれるような言動も見られた。前の海に対しては、立ち合いに頭で当たらず、技は何をやってもいいと、各界では、異例の指導で、相性、技のデパートを開花させたことは、とても有名である。しかし当初は、 前の海の入門を不可解に思っており、前の海が2001年10月30日に東海村文化センターで行った講演では、出羽の海が山形の内定が決まり、あまりにも身長が小さいので、本当に入門する気なのか確認したかった。と考えていた様子が明らかになり、身長の目こぼしを期待して、当時各界ナンバー2の出羽の海を師匠に選んだ。 前の海は一度目の検査で入門できなかったことに、対してその真意を知るまで不信感を抱いていたことも、本人によって語られた。1991年3月場所、前の海は交通渋滞により、土俵入りに参加できず、後で雷を落とされるか、それとも波紋されるかと恐れていた。しかしではの海は、お前は昨日どうして勝ったかわかるか土俵入りに遅れたから、緊張しないで、 相撲が取れたんだ。今日も遅刻してみろと豪快に笑った。部屋の力士が稽古中に羽織った時、差し輪には高額な費用が必要だったが、前の海は持ち合わせがなく、意を決して出輪の海に借りた。後日、返しに行くと、何のことだ。お前に貸した覚えはない。そんなことより相撲を頑張れと突っぱねられた。一門内に限っては素質に恵まれた部類であった。 ことから、本人は入門当初より横綱になるという使命を与えられたという。そのため当初は徹底した横綱相撲が取れるように、大きな体を手に入れること要求され、太りにくい沙田の山のために一門総出で増量を手伝ったという逸話がある。その一環として不調を抱えてもいない盲腸を、摘出する胃薬や漢方薬などを多量に服用させるといった旅を起こした手段が試されたが、 ついに増量は不守備に終わった。体格の不利を克服できなかったことに加えて元来、足腰が固かった、沙田の山はそのうち月きをしに徹する必要に追われ、出足が十分でない点を少しずつ突っ張って、交代させる取り口を操ることで補ったという。この取り口は、慎重さだけでなく、持久力や根気が必要であり、前述の猛稽古や使命感で培うことでこの取り口、 完成させた。突っ張り主体であったものの前述の経緯から、よりや上、手投げなど四つ相撲の攻め手がある程度備わっており、大関、横綱となってからも、副次的な手段として生きていた。理事長時代の施策についてのその後の評価は様々で、ある。また、理事長としての失脚の原因となった、年寄り名跡の問題は、時代の時津風理事長の下で、 改めて審議され、1998年5月に以下のような施策が実施された。第一は、大関経験者の次元付け年寄り襲名の許可と、準年寄り制度の創設である。これは、引退時に年寄り名跡を取得していない場合、現役時の四個名のまま次元付きで年寄り名として名乗ることを認めるのである、大関は3年、関は結果は2年。それまで横綱に、 限り5年次元の一大年寄りとして名乗ることが許されていた制度を文庫解放する意味があった。第二は、年寄り名跡の複数所有、貸借禁止である。これは、高額取引されている年寄り名跡を取得することができないものが、本来の所有者から借り受けて襲名するという不透明さが慣習化していたため、これを解消する狙いがあった。その後、 大関経験者の次元付け年寄り集名許可は定着し、二代土地あずま、2007年5月と、古都欧州、2014年3月に適用された。また、年寄り名跡の複数所有の禁止は定着したが、年寄り名跡の退釈は、禁止措置後も、表面上の名義のみ変更して退釈する例が後を絶たず有名無実化したことにより、この禁止措置は解除された2002年9月。 さらに、純年寄り制度も短い任期、創設時は2年。2002年9月以降は1年で、年寄り名跡を取得することが困難であり、むしろ人気切れを境に年寄り名跡を借りて、襲名する例が多くなったことで制度しての意義を失い、廃止された2007年11月。理事長として1996年9月に打ち出した年寄り名跡の協会貴族。 売買禁止試案は公益法人の表現資格の高額売買という問題にメスを入れるドラスティックな改革案だった。しかし、1990年代の相撲人気の余波もあって改革の機運には程遠く、同時に親方衆の反発と理事長自身の問題への批判を生んだ。一方で2010年代の公益財団法人認定をめぐる議論では、 名跡の取得に絡む金銭授受,受の禁止や罰則規定案が盛り込まれ、その意味でこの支案はこれらを先取りするものだった。この公益財団法人以降に伴い2013年12月に年寄り名跡証書の協会への返還、管理がようやく実現した。しかし、年寄り名跡の襲名に際しての金銭等の授受,受が禁止されたものの、親方衆の負債問題への対応や、 教会の名跡買取りが困難なこともあり、前任者への顧問料名義での支払いは容認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。